キリトか。忙しいだろうに、一体どうしたんだ。いやいや、忙しいとは言ってもエギルと話する時間はあるよ。そうか。だがあまり無理はするなよ。俺やクラインに比べりゃお前さんはこの世界の救世主なんだから。さすがにそれは言い過ぎだよ。いつも通りだよエギル。このアンダーワールドという世界がとてつもなく壮大で、これまでの MMORPG とは全く異なる世界だと理解している。だからキリト、お前もかなり忙しいだろうってのは十分に理解しているつもりなんだぜ。エギル、どうしたんだ急に。まあつまりだ、俺には遠慮なんか必要ないってことさ。遅れてきた分、少しでもお前の役に立ちたい。たとえどんな些細なことでもいい。お前の負担が少しでも軽くなるなら何でも言ってくれ。ありがとうエギル。そうだな、これからもこれまで以上に仲間として頼りにさせてもらうよ。ああもちろんだとも。今後ともよろしくなキリト。だ、頼りにしてるよ。